るライブに向けまして、僭越ながらこの私がちーちゃんにアスラン講座をさせていただきます。絶対必要だよ。曲とか振りとか分かってた方がライブも楽しめると思うし。の機会だし、ちーちゃんにとっても私にとってもいいライブになったらいいね。じゃ早速お勉強タイムに入っていこっか。まずはアスランというグループがなぜできたかというところから。え、だって深いとこまで知ってもらった方が面白いかなって。じゃあ曲の解釈から話す。新曲の乙女なハニーマスタードなんだけど、これには諸説あるらしくて。ハニーマスタード、難しい振りなのに完璧に覚えてくれてるんだね。それにあなたもアイドルを目指してるんだ。それは私、はるかちゃんみたいなアイドルに憧れて、はるかちゃんみたいになりたいから。そっか。実は次のアスランのメンバーを募集してるんだ。あなたみたいな人がいればって思ってたんだけど、ここで見つけられてよかった。私と一緒にアスランのメンバーとして活動しない？いいんですか？そんなこと言われちゃったら私。わかってるよ。突然踊ったら他の人にも迷惑がかかっちゃうし。でも、もしかしたらそういうチャンスも来ちゃうかも。ライブの日楽しみだな。
DVD ではいつも見てたけど、実際に来るとこんな感じなんだ。そうだね。だから双眼鏡とか持ってる人いるんだな。次来る時の参考にしよっと。ファンが多いのは分かってたけど、こうやって見るとすごいね。そんなことないよ。ちーちゃんだって振りも掛け声も覚えてるし、もう立派なアスランのファンだよ。お小遣い前借りしてよかったよね。ペンライトもタオルもバッチリ準備できてるし、あとは遥ちゃんたちを応援するだけだよ。なんだか今からドキドキしてきて、ちょっと気持ち悪くなってきたかも。ステージに立つ。そっか、当たり前だけど、アイドルは遥ちゃんはこの大きなステージに立つんだよね。それでそのステージは、まだライブは始まってないのに、みんなじっと期待して見てる。それにきっとこの後、もっとたくさんの人の目が釘付けになるよね。その中で遥ちゃんはいつも完璧に踊ってる。私もアイドルになったら、できるのかな。この会場って確か5万人くらいのお客さんがいるんだよね。そんなすごくたくさんの人たちが見てる中で、もし私がたった今アスランの一員になれてステージに上がれたとしても、はるかちゃんみたいに完璧にステージをやりきれる自信は。さあ、1曲目いくよ。